さあ、ハンターランクを上げて、70に到達しましたね。マスターランク70ということでね、70解放試験。フィオレーネと話す。絶望の星が、おっと、バルファルクだ。提督、今回は私に行かせてください。一緒にエルガドを指揮する立場だからね、と。返す言葉もない。キュリアの脅威は去っていない。指揮系統が崩れるようなことは避けるべきだ。最も強いのはシュウヤだと。はい。じゃあ、よろしくお願いします。そうか、言ってくれるか。はいとか何も言ってねえけど。はい、ということで、バルファルクですね。現在の装備が、こんな感じになってます。シルソル増えてますね。ということで、バルファルクは竜属性だね。竜耐性9か。うん。まあ、弾をね、ちょっと竜用にして、それでいきましょうか。弾変更。今はね、氷耐性になってるっぽいんで、これを竜耐性。まあ本当に竜で合ってるかどうかすら怪しいんだけどね。まあ少なくとも氷ではないだろう。まあこれにより、竜耐性が、プラス20。うん、ありがたい。またどうぞ。バルファルクはね、古竜扱いなんで罠は効かないんで、まあ相手も変えるのもめんどくさいから気にしないんだけどね。さあ、ということで、昨夜夜空に見えた赤い星、あれはバルファルク。大地を絶望に染め上げるとまで言われる交流ね。緊急クエストで70解放です。はい、ということでね、緊急クエスト、バルファルクね、まあ普通のライズだった時は、ハンターランク100解放クエなんで、いわゆる裏ボスでしたが、まだ70ってことはね、100でまた別の、ボスがいるということで、受けます。さてさて、ということで、バルファルク、6番と10番の間に何番かすらわからん。じゃあとりあえずそこの SP でも乗っていこうかな。うん、眠りガスガイル、まあ眠り武器なんであんま眠りガスガイルは、パラメータ上げていきたいけどね。まあしょうがない。乗るぞ。はいよ。はいよ。いるいる。ということで、エスピ君に乗って行きましょう。足りねえ。あ、足りた。虫だけ取って、じゃあ行くぞ。エスピアのね、そういう技が結構クソなんでね。下手すりゃ負けかねんのが怖い。鮮明鮮明、いたいた。お待たせしました。全然相手ゲージたまんないね、やっぱ強いんだ。よし、足りた足りた。OK。 大技。そう、麻痺1回分使わされるんだよね。大成功だ。よし、まあまあ可能な限りダメージを与えておきましょう。やばいやばいやばい。まあまあここまで与えて、とりあえず、まあ、おお、ちょいちょい、何それ、かっこいい。
まだあの落とし物を集めてる最中なんで攻撃してくるのはやめてください。痛い。 OK か、全部取れたか。じゃあ今から本番な。多分1回は来るよ。もう出たかな。よし、翼かな。いいや、頭は完了と感とぶちかまそうぜ。の進撃だぜ。当たってねー。よし、大ダウンと同時に麻痺も入ってる。もったいねー。麻痺じゃなくてスタイン。で、ガチ切れモードみたいな時になんかヤバそうな。おお、やばいやばいやばい。スタミナ使いすぎた。なんだそのビーム。はい。連発なんや。知らん。知らん。よし。そもそもこいつね、1回しか戦ったことないからね。多分2回、3回目かな。移動か。いや、多分ね、100ね、普通のライズだった時に友達に連れてってもらって1回で3ブレイクになって自分で100到達して1回で、今3回目だと思う。で、新アクションが増えてるんだったら、ね、分かるわけないね、うん、そういう時は僧侶に頼る。これ基本。よし、逃がさねえからな。ということで、ちょっと道間違えてるな。レウスを連れていきましょう。いたいた。討伐対象以外だったらね、だいたい。血中指示を決めるぞ。いや、誰をどう狙ってんの。盛り上がっていこうぜ。パリタっぽいね。よし、言うこと聞きな。お待たせしました。ホットされてる。ゲージマックス乗り換えてもしょうがない。ああ、乗り換えるのもありだ。いや、乗り換えなくていいよ。多分そのうち乗り状態になるだろう。なんかしようとしてる。こう振ってくるやつか。ちょっやめてー。あ、ヤサガラスだって。
モロフだったわ今。かなり痛かった。ちょっと待って、死体が爆発しそう。いや、飛んできて戻ってくる。まだもう一回来んのね。あー、いい。逆に言うと安全だわ。どういうこと今。意外と当たり判定はガバン2回ね。死ぬ。いやー、なんだかんだで攻撃力も高いな。倍にして返してやるぜ。倍にして返してやるぜ。ではね、しっかりとパラメータを上げてから行きましょう。すごいすごい。頼むぜ。お、移動してるけど戦わないかな。あ、今のは死ぬ気はした。炎炎具をゲットしてね。いまいち当たり判定はガバなんだけど、長いからね。アイテムが単純にいっぱいになっちゃったかな。ちょっと使おうか。お前らは戦ってくれるのか、うん、お願いします。戦え。よしよし、助けた。助けたね。戦えよ。今は犬が狙われてくれてるから、氷状態だとだいぶ遅いね。どう、まあ、ただ問題はそもそも動きを知らないんだよ。治っちゃった。お、毒毒2回目クリア。よし、やっぱ知らないっていうのはきつい。ヒアラレは持続ダメージなんで。前なんか来た。縄張り争いしてくれて一向に構わんだよね。結構な威力だよこれでも。あんまり細いで戦いたくない。
特報があってですね。はいよ。いやー、動きがわからないのは辛い。研ぎ澄ますぜ。そしてやっぱ細いところで戦うのも辛いね。まだね、一回も。乗れてない。家畜の進撃だぜ。そろそろだと思うんだよね。少し寝た。あ、大至急ホールド、すれちゃった。脱出。場所悪いな、頭狙える気しねえな。ダメじゃないこれ。ほら、ほら、ナイス。そしてピーヨV 破壊。とりあえず頭が壊れた。とりあえず眠りが控えるっていう。敵地にもらっておいて。あれ？やばい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 。あ、総理状態。どう？出たのが良かったな。どうしよう。眠りガスガイルの蓄積値えげつないな。頭にいけない。さすがは俺のお供だぜ。今どういう状況？え？なんか雷やられになってる。やられ中は殴りたい。どこ殴ってもね、血土が増えるんで。もう終わってんじゃん。一番上に行ったか。アイテム補給していきたいね。さてと、あ、やべ、もうない。調合ポータル G、 ポータル爆弾も買わなきゃ。蜂蜜もせっかくだからもらっとこうか。で、犬乗って。そうら行け。よし。上を目指します。さすがにそろそろ SP とかと戦えるぐらいの時間経ってると思うんだけどね。はい、到着。バレてるのかな。バレてはない。だから不意打ちでなんかするほどのドルタマ転がしがあるか。これ確定で当てて登録してスタート。
やばいやばいやばい。意外と当たり判定はダーバだね。やったな、やらかったな。何？やっぱ体術やね。スタミナも前じゃない。ちょっとは欲しいね、こうなってくると。コンビニのおかげでね。高校はただの好きだらけなんですけど、前あもう一発だった。二発つくときと一発ついて地面叩き。あるんですよね。よし、いいね。よし、ナイス。ちょっと翼破壊はあのマジかな。まずは勝つことを言うのも、はい、縦3当たらない、あるある。3が当たればええんやで。気をつけろ。おお割とギリギリだったね。あぶねえ、あぶねえ。この風を取り入れるやつ中に殴らないのはもったいなさすぎる。頼むぜ。一回脱出するか。安心。ちょっとビシュテンゴと合わせてこよう。多分ビシュテンゴと合わせるよりもレウスと合わせた方がいい気がする。ついてこいモンスター。レウス変える前にね、ちょっともう一回縄張り争いしてもらおう。これが本番だぜ。多分するだろう。やれやれ。よし。狙いどう。あれ乗れよ。やっぱ総理ですよね。負けそう。あっぶねよし。くらえ。なんかよくわからん。で、タイプ。お、
なんか大ダウンした。よく分からんけど。とにかくよし。おお、よく生きてたな今。よし。ビフテンゴ行こう、ビフテンゴ。来てる来てる。逃げろー。逃げられない。すぐ追ってくる。さすがにここまでは来れんやろ。あいつどこまで追ってくんだよ。逃げ切った。いやー、ということでそこの猿をね。いるよね。いたいた。チーズ。おめえの出番だ。ご飯。よし。総流行くぜ。おお。格が違うけど。正面から戦う。やばいやばい、負けそう。負ける。マジで負ける。間に合った、危ねえ。大技いけなかった。いけてるな。よしよし。大成功だ。もうなんか知らんけど、こう坂道ってダメながらろくに動けへん。いやー、爆弾補給してないし、ないんでしょうがない。イラ。ほんとイラだぜ。逃げろー。磯根ミクにここ来とる。移動したか。これがわからない。頼むぞ。くっそだろ。どこまで持ってきやがるな。とりあえずちょっと落ち着いた。とりあえず準備を再開させて。はいよ。2匹とも地下か。まあここで縄張り争いしてくれたらだいぶ楽。虫もいつの間にかだいぶ強化されたね。両方いる？いたいた。
お前や。戦え。はい、当然のごとく負けました。あんまりゲージたまんねえ。よし、まあなんとかたまりきりそうやな。よし、よっ、おっ、さすがに瀕死になってる。決まったぜ。壊れないと思うけど、翼狙いに行くか。ビームからのもう響きない。氷やられになってるんで、動きがちょっと難しい。本当遅すぎて逆に回避が。翼に攻撃する手段がない。ここだ。ん？あ、来てる。一応ね、あのお供たちが麻痺武器だから、なんか壊れたね、ここは。よし、さあ。いや、なかなかきつかったね。70解放緊急クエスト、落とし物を確実にゲットしてから、よし、嗅ぎましょう。特権だ。で、玉系出てほしいな。こいつは一応ね、あのいわゆる上位もいるんで。お、天水流の棒爪。そうらいけ。あれ、まだ入る。あれ、ん、なんか今出てなかった。釣り、落とし物でもあんのか。なんかさっき出てた気がするんだけど、まあまあしょうがないね。ない、書類もんだ。はい、ということでね、マスターランク70の解放クエ無事クリア。爪、尻尾、なんか液、圧輪、V 破壊、これ頭破壊だよね。そしてお供アイルがいろいろね、集めてくれてるんで。30分かかっちゃったな。さあ、ということでね、絶望の星を落とすとは、ね、ハンターの頂点にふさわしい、ね。ちっちゃい姫が憧れちゃってね、ずっと武器眺めてるんだよ、と。ハンターになるとか言い出したらね。そうしたいなら、ね、意見を尊重すべきである。諦めていただいた。ということで、解放です。お待ちしておりました。はい、モンスターを狩猟するということについて冷静にお考えいただきたい。はい、ね、先立ったモンスターに立ち向かい武器を操って倒す勇気はございませんと。なんで受付嬢で我慢します。いつでもお立ち寄りください。ということでね、75です。100までね、割と遠いんで。おそらく次はね、マスターランク100解放クエになるでしょうが、もしかすると DLC2 の方がね先になるかもしれない。
さあということでね、バルファルクのマスターランク装備チェックです。いらっしゃい、張り切っていくよ。これだね、読み方すらわからないけど、はい、龍騎活性、体力が一定以下になるとパラメータアップ 80% 以下で属性耐性が50になり、攻撃力が 1.1 倍になるという、ね、わざとヒットポイントを減らした状態で戦うスキルですね。有効部位への攻撃時回心率、ね、弱点特効、地中に勝つ、で状態異常、特殊なね、竜やられになるんで常に攻撃力が20上がると。で逆恨み、ね、赤いゲージがある、これ減るときが赤ゲージになるのかな、まあまあまあ、ということで攻撃力常に35プラスで、弱点殴れば回心率50、さらに、属性耐性が50になるんであんまりダメージも食らわないと、そういう装備です。スロットも411414ね、2131とで割と多いのでね、これであとはカスタマイズしていったらね、それなりに面白い装備にはなりそうだね。まあまあまあ、一応こいつもね、まあ、裏ボスの一人みたいなもんなんで、ね、装備も強い。もうね DLC 来て DLC の装備が強すぎるんでそこまででもない感じしちゃうんだけど、まあ正直シルソルはちょっと異常だよね。ちなみにね、このシルソル君、ね、ご覧の通り431なんだけど、俺ね、回連成してね、またどうぞ、見せれるのかな、装備詳細か。シルソル君442のスローになったんで、ね、10回ぐらいで出てくれてね、だいぶラッキーだったと思うんだけど、まあ、その代わりに当然マイナス部分があるんだよね。ね、弱点特攻の、回心かな、属性の回心かなが消滅したんだけど、俺お休みベアで使うんで、別になくてもそんな困らないっていう。本当はこんなん減られたら困るんだけどね。俺はこれお休み部屋用の装備として使うんであれば、なくなっても大して問題がないということなんで、とりあえず残してる。ね、さすがにもったいないんでね。まあ、もう一個シルソル作ろうかなと。ということでね、442ですよ。ほら、快進撃の属性か。これがちょっと消滅しちゃったんだけど。まあしょうがないね。この代わり防御が1ついたし、水耐性と防御力も上がってるんで、もう全然当たりは当たりだと思うんだよね、この回。精錬か錬成か分からんけど。はい、ということでね、次は、100の試験か、多分 DLC2 の新モンスターになると思いますんでね、それをお楽しみに。